今日こそは夜空の真理を観測し、運命に対峙する日。過去の恥、往年の憎しみ、ここにて結論を下す。お嬢様、恐れながら何とかを下すというセリフはお嬢様のキャッチフレーズではないようですが。もちろん違うわ。私はただそれを耳にして、このセリフは大陸中の知恵と勇気ある言葉の中から今日の特別さを示すため。ん？どれどれ。ああ、本当に他人の口癖じゃないですか。ですね。おや、後ろの方々は。コハン、紹介してやるぜ。こいつらは稲妻の伝説的な浪人とリーウェイの才能あふれる先駆ミュージシャンだ。よっ、あたいはリーウェイの親衛。ロックミュージックといい天気、それに楽しいことが大好きだ。きっとこのお嬢ちゃんがパイモンが言ってた異国から来た公女様なんだろう。見た目だけですごいってわかるぜ。それからそこの帽子をかぶったレディ、家族から最も博識な学者は大抵とんがり帽子をかぶってるって聞いた。あんたもそうなんだろ。ん、この女見る目がある。シンエン、あなたのその目は夜の霧を見破り真実を見極める、まさに私が必要としている人材ね。いいわ、私配下の音楽家にしてあげる。あなたは人を見る目があると褒めているんです。まあ私も同じ意見ですよ。はじめまして、先生術師のモナです。おう、二人に会えて嬉しいぜ。モナはすごいんだぜ。どんな人でもたちまちどんなやつか見抜いちゃうんだ。皇女殿下と先生術師、そして雄弁なカラスの進化、お主たちに比べれば拙者はただの凡人でござるよ。稲妻の楓原和葉、皆に会えて光栄でござる。その和葉というものよ、力と名を告げよ。お嬢様は職業と趣味は何ですかとお尋ねになっています。その拙者はただの通りすがりで、取り柄などこいつは武術に長けていて、誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞ。それに凡人には想像もつかないような速度で雷みたいに剣を振るうんだ。え、そんなすごい人だったの？どれどれ？お？これは。カズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄です。みんなの護衛をあなたに任せてもいいですか？雄夜城での宮廷守衛長に任命するわ。メギストス卿までそうおっしゃるとは、実力は確かなのでしょう。わかった。なんだっけ？モナでいいですから、その変な名前で呼ばないでください。そういえばメギストス卿、オイラたちどうやって聖地に行けばいいのか聞いてきたぜ。ひひ、伝説の大魔女から偉大なアドバイスをもらったんだ。さあみんな、オイラを見ろ見ろ、これがオイラたちの交通手段だ。なんだか急に行きたくなくなりました。独特だな、見た目がちょっとグオパーに似てないか。グオパー、
万民堂の不思議な生き物のことでござるか？そう言われてみれば、確かに。紹介したオイラが言うのもなんだけど、こんなんじゃ島にたどり着けなさそうだ。ふん。理解したわ。なるほど。なるほど。世の果てまで落ちてこそ、神聖雄野浄土に到達できるということね。聖なる雷に焼かれた扉とは、私の現世での断罪にふさわしい。道を切り開きなさい。先陣を切るのは私です。お嬢様は動かれませんので。入ったら、消えた！これは、まさに、聖地への断罪の道。念のため、私が占ってみます。メギストス卿、これはあのアリス様の創造物だぞ。そんな自己犠牲を払わなくていいから、オイラたちと一緒に来い。そうでした。忘れてしまうなんて。まあいいでしょう。誰か明かりをつけてくれよ。うわっ、誰だ、押すなよ。ゆっくり進みましょう。ああ、ウィッシュル、私の髪を踏まないでください。ヘビじゃなかったの？うわ、起き上がってきたぜ。みんな気をつけるでござる。やっと着地したぜ。さっきのは一体何だったんだ？美しい場所でござるな。風と海、そしてこの穏やかさ。うむ、風の匂いも心地よい。お嬢様、ついに楽土にたどり着きましたね。雄野浄土を復活させるには十分な場所です。進化諸君、これぞ私が長年求めていた粛清の楽園。さあ、因果集結の降臨を見届けるのよ。闇を支配するこの私が諸君を夢の扉へと導くわ。さあ、夢の扉へ。大魔導士メギストス、皇女殿下のお恵みに感謝します。私は今日ここにて雄野浄土へ祝福を捧げます。モナ、それにあんたら一体。いいから会わせてください。おう。こんな神聖な場所に連れてきてくださった皇女様に感謝するぜ。皇女殿下、このような旅の機会を設けていただいたこと、ありがたき幸せにござりまする。皆の喜びは私の喜び。このような天命を尊奉する機会に皆を招くことができて大変嬉しく思っているわ。これより巡礼の旅に出かけ、身をもって国土の命の海を感受する。何せここはどうあっても私の魂の帰る場所なのだから。けれどそれに対して、メギストス卿、あなたは水元素から生まれた高貴な人物と言われる割に魂の不純物が多すぎる。お嬢様は
泳ぎに関してはメギストス卿がやや劣るかもしれないとおっしゃっています。フィッシュル、あなたにはもう我慢できません。普段あなたに合わせて芝居をするのは構いませんが、天才である私を見下してはいませんか。泳ぎであなたに負けるわけがないですよ。おお、お嬢様の闘志が燃えてきました。いいぞ、正々堂々勝負だ。その挑戦受けて立ちましょう。メギストス卿、あなたごときが私に挑むなんて、その愚かさを悔いることになるわよ。無駄口はよしてください。私は子供の頃から泳ぎで負けたことがないんです。さあ、どちらが先に海までたどり着けるか勝負です。二人とも本気か？海まで走るってただのかけっこじゃんかよ。お主は今空いてるか？周囲を見回っておきたいのだが、付き合ってくれぬか？信玄殿も一緒に来るか？みんなやることがあるみたいだから、あたいは留守番しておくぜ。モナとフィッシュルも泳ぎに行ったし、誰かが拠点を準備しておかないとな。こっちは任せてくれ。ちょっと出かけてくるんだろ？いい景色が見つかったらあたいにも教えてくれよな。うん、じゃあ頼んだぞ。おい、あっちにでっかい変なやつがいるぞ。道中注意して見ていたが、この用途のわからぬ装置と隣にある軍棒以外に怪しいものは見当たらなかった。ともかくこの島には明らかに誰かが滞在していたようでござる。それにここ数日のものと思われる新しい足跡も見られた。本当か？おいら全く気づかなかったぞ。旅人パイモン、油断は禁物でござるよ。あ、どうしたんだ？何かあったのか？誰かがここに来ていた。そしてかの者はまだ去ってはいない。匂いからして相手も遠来の客であるはずだ。他にも誰かいるのか？なんだか怖いぞ。なあ、早く手がかりを探そうぜ。帽子に水元素の力があるって言ってたよな。だから元素力をたどってみようぜ。かなり近い。警戒を強めるでござる。バニーだ。はい、おい、あ、よっ、と、は、高い。っていうか、なんでこんなとこにファデュイが集まってるんだ。ミントとスイートフラワーとファデュイがいない場所なんてこの世に存在しないのか。だよな。帽子をなくしちゃった。帽子、帽子。何か探しているのか。帽子、ダメだ、なくすわけにはいかない。もう俺は何も知らないから、帽子を返してくれ。この帽子をお探しでござるか。 T さんの帽子だ。早くよこせ。こいつ
なんだかあまり賢くなさそうだな。俺をいじめるな。出ないと殴るぞ。わあ、でっかい怪物。やめろ。何しやがる。またファジョイか。それはこっちのセリフだぞ。お前たちこの島で何するつもりだ。帽子ちゃんと守るんだ。出ないと兄さんに怒られる。その帽子に抱きつくのはもうやめろ。まずはお前の兄さんを探し出すのが優先だろうが。そのものはどうしたのでござるか。なんでもない。病気で少し熱があるせいで戯言を言っているだけだ。お前らに説明する義理などない。帰れ。ここはオイラたちの友達の島だから気をつけた方がいいぜ。ああ、ここは無人島じゃなかったのか。俺たちはここに。いや、なんでもない。別に教えてもいいが、知ったらもう俺に構わないよ。あれは俺の発明した新エネルギー装置だ。無人島に来たのはこいつの性能をテストするため、それだけだ。もういいだろ。答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ダメだ、帽子を取らないでくれ。おい、泣くなよ。わかった。この辺りから遠くへは行かないと約束するから。もう十分だろう。ところでその装置、どうして煙が出てるんだ？それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。言いたくないが、実はチェストがうまくいかなくて、もともと撤退するつもりだったんだ。なんだ。じゃあ早く行けよ。おい、行くぞ。はい。まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴らと出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ、常に警戒を怠らぬように。また、あちらの女子たちの機嫌を損ねないために、拙者から一つ提案があるのだが、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。良いでござるか。カズハは思いやりがあるんだな。過報でござるよ。拙者はただ、せっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。帰ってきたぞ。ちょうどいいところに来てくれました。旅人パイモン、あなたたちは私とフィッシュル、どちらが泳ぎ上手だと思いますか？遠慮なく私のマナーを口にするがよい。プラチナメギストス卿が泣きを見るよ。なんだよ、それってオイラが決めろってことか？パイモン殿は人を見る目がありますから、誰が真の勝者なのか見極められるに違いありませんぞ。パイモン殿、私に忠誠を誓う時が来たようね。ちょっと待って、その前にパイモンに何か食べさせてあげようぜ。長い間出かけてたからきっと腹ペコなんだ。新年。うむ、確かに長い距離であっただろ。あんたらが出かけている間、海辺で海鮮を釣って果物を取ってたんだ。火で炙るときっと美味しくなるぜ。そういえば、
少しお腹が空いてきました。うん、私もたくさん用意したから一緒に食べようぜ。店をやってる料理人の友達にはかなわねえけどさ、お腹を満たすには十分だと思うんだ。うん、食べようぜ。信玄殿を島に招いたのは間違いなく賢明な判断でしたな。おいらもう食べるぞ。お前らは話すかせながら喋ってろ。はあ、バーベキューの香り。とっても美味しいです。ふう、悪くないわ。今日は信玄殿が夕餉を作ってくれたゆえ、明日の朝餉は拙者が作るでござるよ。よっしゃ、おいらもワクワクだぜ。そうだ旅人、一つ忘れてないか。近くで話そうぜ。お前もファデュイのことを気にしてるんだろ。幻影野郎からもらった爆弾のことを覚えてるか。あれを使えば連絡が取れるぞ。ああ、いや、爆弾じゃなくてドド通話機だった。聞いてみないか。あいつは情報通だし、重要な手がかりがあるならきっと知ってるはずだ。あっち。おや、もう僕に会いたくなったのかい。こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよ。さっきくしゃみしてたよな。キャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよ。オーナーがアレルギーの薬をくれたんだけど、あまり効かなくて。あっちって。はあ。さて、どうしたんだい。僕に何が聞きたいの。他人任せにも程があるぞ。しょうがないやつだな。幻影野郎、オイラたちこの島でファデュイと会ったんだ。なんか変だろ。ファデュイってどこにでもいるんじゃない。標人の手下は優秀だからね。どこに出てきたって不思議じゃないよ。でもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞ。でも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよね。つまり問題はもう解決したんでしょ。そうなんだけど、やっぱりどこかおかと思うんだ。だからお前に聞こうと思って。何か手がかりはないのか。ファデュイの情報は入ってないよ。でも大丈夫さ、僕は銀融詩人だけど、必要ならいつでも連絡していいよ。あまり役に立たなかったとしてもおしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょ。はっ、お前ってやつは。よく冒険に行く君たちなら、旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさ。でも出会いの全てが危険ってわけじゃない。だから怖がる必要もない。風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ。白い雲が浮かぶところには風もやってくる。安心して、風はいつも君のそばにいるよ。じゃあおしゃべりはここまで。僕はキャッチテイルで演奏しないと。うん、じゃあな。聞いた感じファデュイのことはあまり心配するなって意味か。まあ銀融野郎がああ言うんだ。オイラも変なことが起こらず旅が無事に終わることを祈るぜ。友達との旅なんだ、楽しまないとな。